生き返った赤ん坊。今から280年ほど前のことです。今でいう沖縄県中城村の和受けというところに、かまど荒垣という若いお百姓がいました。奥さんはお腹が大きく、今日か明日にも初めての赤ちゃんが生まれようとしていました。主の荒垣は気が気ではありません。畑仕事も手につきません。家でそわそわしていました。そのうちに、どうしても那覇の町まで出かけなければならない用事ができてしまったのです。奥さんのことが心配ですが、どんなに早くその用事を片付けても、帰ってくるのは明日の朝になりそうです。わしが戻ってくるまで生まれるのを待ってくれればいいんだがな。荒垣は奥さんを気遣いながら那覇の町へ出かけていきました。そして次の日、夜明けとともに大急ぎで家に戻ってくると、どうしたことか奥さんは明かり取りの下に小さくなってうずくまっていました。顔は青ざめて、目は涙で腫れ上がっています。どうしたんじゃ、何かあったのかい。荒垣はびっくりして訳を尋ねました。すると、昨日の3時ごろ、奥さんは急に産気づいて男の赤ちゃんを産んだのですが、お乳を飲ませる間もなく死んでしまったというのです。そしてぼんやり死んだ赤ちゃんを見つめていましたが、いつの間にか夜になってしまったので、家の裏にお墓を掘って赤ちゃんを埋めてしまったというのです。奥さんの話を聞いて驚いた荒垣は、すぐに家の裏へ走っていきました。小さなどもりの前に、花と茶碗に入れた水が備えてありました。荒垣はその前に座って手を合わせようとしました。ところが、荒垣は隙を持ってくると、いきなりお墓の土を掘り返しました。生まれてすぐに死んだ自分のこの顔を一度見ておきたいと思ったのです。そして埋められた赤ちゃんを取り出すと、涙に濡れた自分の顔をぎゅっと押しつけました。するとかすかに息の音が聞こえたのです。荒垣はびっくりしました。我が子を抱きかかえたまま、急いで家の中へ駆け込んでいきました。すっかり冷たくなっている赤ちゃんの体を、自分の体で一生懸命温めていると、赤ちゃんの顔に紅がさしてきました。小さな体に血が通い出して、手足が動き出したのです。奥さんがお乳を飲ませると、一度死んだ赤ちゃんはうっくんうっくんと元気に飲み出し、大きな声で泣き声を上げました。こうして生き返った赤ちゃんは、その後病気一つせず丈夫に育っていったという話です。